ちょっと待って、それちょっとどうするその汚れ。どうしようか、これラッキー、どうやってうち入るラッキー。何した、入れてあげたいんですけど、ラッキーはまだ外にいたいみたいで、だけどこれを外さないことには、これなんでレインコートをこうやって着ているかというと、下もテープもバリバリつけているっていうと、お腹のところを手術してて、妊娠手術してて2週間、雑菌が入っちゃいけないということで、うちの方が入れてたんですけど、ちょっと昨日一昨日ぐらいからもう気が狂い出して外に出たい病になったので、レインコート着せて、でレインコートをはだけないように安全ピンつけて、ガムテープつけて、でお腹のところが絶対に触らないように、まあ基本的には1週間でだいたい固まってきたんで、来週かあと 2,3 日でもう抜歯していいっていう風に、もう言われてるんではありますけれども、まあ、万が一何かあったら困るんで、こうやって私がガムテープでベリベリくっつけて脱げないようにして、それでなんか着物みたいな感じになってます。多分このエリザベスカラーのまま土にこう顔を穴を掘ったんでしょうね。うわー、これがすごいな。ラッキー、楽しかった、楽しかった、もう帰ろう、家に、お家帰る、まだいる、どうする、どうする、どうする、ラッキーどうする、え、お家行くんでしょ。いや、あなた体濡れてないから、そんなブルブルしなくて、こっち入るのはいいけど、そのまま入られても困るんだよね。ねえ、どうしようか、外そっか。ちょっと今引っ掛けてみたんですけど、抜けないようにガムテープでバリバリやってるんで、もう私はしんどいよ。外でしてきたんじゃないの、あなた1時間も外で遊んでて、何してたの外で。もう泥だらけをとりあえず必死で片手で洗ってレインコート脱がせ、まだ足とか汚いですけど、もう完全に顔の色が泥で茶色になってます。順番としてはまたあのカラーをつけないと、お腹は何をするかわからないんで、1回目に吐いた時にね、なんとね、お腹を舐める心配があるからって言ってカラーをつけてたのに、この人はお腹の自分の縫ったところの縫った糸、それを引っ張ってて、私皮がめくれてもうちょっと仰天しちゃったんですよ。なんでちょっと油断をすると、何を自分の体にするかわからないんで、いや、なんか始める前に私ちょっとカラー洗ってきます。カラー洗ってきてつけます。もうとりあえず洗ったものをつけましたけども、もう汚いとかそういう話じゃなくて、もうボロボロです。とりあえず舐めないようにさえしてればいいんですけど、今日のお昼はなんとあれしてたんですよね。何してんのそこで。おならしたの？おならしたの。はい。今度はこのエリザベスカラーを自分で破壊してたんですよね。すごいですよ。本当に。いいから。はい。楽しいね。もう子供なんだか大人なんだかもさっぱりわかんないね。今度キャンディ、キャンディね。はい、キャンディ。はい、投げてほしいな、これ。はい。投げてほしい。
はいはいはい、キャンディー持ってきたのね、よかったね、はい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 、ちょっと明日の朝までこれが持ってるかどうか、はい、そこが私は気になります。よく頑張ったよね、ね、もう10日ぐらいは頑張ったもんね、あ、寝る気 ね、はい、お疲れ様でした。もうちょっと頑張ってください。頑張れラッキー。